はい、皆様、こんにちは、ニュージーでーす。皆様に質問があります。今、パワハラ上司と一緒に働いていますか？もしくは、職場にパワハラする人がいますか？私の場合もね、いまして。今はその方もいませんけども、元上司はね。元上司が私にパワハラをしてきたんですよね、今までね。いろいろありますけど、ありすぎてあれですけど、定時にね、当時というかね、職場5時半に定時退社なんですよね。仕事があるならやってから帰るのが普通というかね、仕事をやって帰りますよね。その日の仕事はね、優先順位決めて、当時もね、優先順位決めて終わらせて、5時半になったんで帰ろうと思って帰ったんですよ。で、その後日かな、2日後3日後ぐらい、なんかね、いつも通り私に意味もない理由で理不尽に説教をかましてきまして、その時に一言言われましたよ。お前は5時半にいつも帰るし、公務員だからなと。どうですか、この発言。職場はなるだけ定時に上がれっていう方針があるんですよね。もちろんその日の仕事を終わらせて、業務を終わらせて、そういう発言、5時半に部下が帰ったら、お前は公務員だからなっていう。そもそもですね、公務員の方忙しいですからね。私の友達公務員いますけど、全然定時上がりとかあんまりないし、あるところもありますけど、まず公務員へのディスがそこに入ってるんですけど、それは、はい。で、皆さんどう思いますかね？定時に帰るの普通でしょ？今のご時世特に。それをですね、元上司、パワハラ上司は定時に帰った部下に、お前は公務員だからなって言うんですよね。ダサいなと思いながら、ダサいよね、本当に。そのパワハラ上司とだいぶ最後の方はね、戦いましたけども、今はね、別のとこいますけどね。あの発言はなかったですね。お前は公務員だからと。皆さんもそういう発言してきた上司います？定時に帰ったらお前は公務員だからなっていう。あまりにも理不尽すぎる。元上司、よろしく。